はい、今日は10月3日です、ね、3日でございます。深海、今日は合同深海でございますね、18社ほど、なかなか多い、もうほぼほぼコンプレックスみたいな感じなんですけども、いいインポーターさんが多いんですよこれで。ちょっとですね、今回はその中でも4つ3プラス1かもしれないな、はい、ご紹介させていただきます。非常にね、いいバイツがありまして、ちょっとプラス1がね、また面白いワインで、そうなんです、ワインじゃねえよ、あれはワインじゃねえな、はい、ありますので、ぜひね、さあお楽しみください、はい、今回いいよ、マジで。ニュージーランドですね。ニュージーランド。マールボロ。アンツフィールドさんですね。アンツフィールドエステートさんの作るシングルビンヤードシャトネ2022年です。金額が4200円。はい。これはね、すごいですよ。インポーターはリブコマースさん。リブコマースさん。リブコマースさんですね。社長は実は僕大学後、僕が後輩で、先輩がやってらっしゃるので、ちょっと嬉しいんですけど。めちゃくちゃいいワイン多いんですけど、今回はこれがね光ってましたね、すごかったです。今回マジこの生産者もともと本当に好きだったんですけど、特に今回この22年のシャルドネ、多分それで23年もいいんじゃないか、これはぜひですね今からキャッチアップして飲んでいただいた方が絶対にいいと思います。23年がめちゃくちゃグレートな感じって言ったんで、今回22年なんですけど、それでもうまい、それでもうまい、グレートじゃなくてもすげえ。もともとこのアンツフィールド、うちね、好きで飲んではいたんですけど、特にこのヴィンテージになって非常に良いんじゃないかと思う感じでございます。もしかしたらちょっと金額とか上がるのかもしれないんですけど、とりあえず今4200円です、ね、そうですね、22年と23年で完全に23年は確実上がるというふうに聞いていますので、ぜひですねこのチャンスがあれば22年買っていただければいいと思います。でもね、23年になったところでですよ、ところで絶対にうまいです、これは。これはね、本当に早めに買っといた方がいいです。まずおいくらですっけ。4200円。ソムリエポイントが5点ですね。これはすごいです、はい、これは本当に結構今回のコスパの中でも最高に入ってくるんじゃないかというふうに思われる。久しぶりにこうビクッときましたね。ビクッとくる、素晴らしいワインだと思います。はい、何食いたいですか。結構ね、酸がキレキレで、はい、まあ、なんだろう、わかるよ、わかるよ、気持ちわかるんだけど、ちょっと待ってください、まあ、ムルソーみたいな、なんかこう酸もありつつの、なんかちょっと、タグのバランスも素晴らしい感じなので、まあ、クリーム系とか、そうですね、鶏肉とか、ね、白身系の肉はもちろんなんですけど、なんか魚とかでもちょっと、火入れたものとかだったら、すごい相性いいんじゃないかなと思います。いいと思います。おい、フランスラングドックですね、はい、ドメーヌドラチアス、ドラチアス、ビーユビーニュです。ドメーヌドラチアスのビーユビーニュ2021年、3400円。はい、インポーターがワインラボさんです、ね、ラボさんですね。ラボさんね、本当にフランス系で安くて美味しいワインを持ってる得意なんですけど、今回こいつ僕たち初対面だと思うんですけどね。初対面ですね。うまい。ちなみに構成としてはカブレネソーヴィニヨンが 80% のメルローが20。なるほど。ラングドックなんですね。ラングドック、もうね、21年といえばですね、フランスではね、あんまりいいビニじゃないんですよ正直。うわ、なんか微妙なものが多いねっていう風になるんですけど、こいつに関しては、まあ違う。21年のちゃんと味わいが乗っていて、ちょっと熟成できますよね。熟成できる。で、ちゃんと、まあ、カベルネとしてのこのピラジンの香り、青い香りっていうのが非常に伝わってきますよね。あ、いいっすね。もうね、これ3400円なら絶対いいと思う。むちゃくちゃいい。もうね、果実味もやっぱきちんと乗っていて、ピラジンも出て、これを21年で表現してるっていうのが素晴らしい。
で、これって確か普通にこうボルドと間違えそうなぐらいの味わいです。本当にいいと思います。もうそろそろ終わりかな、はい、ソムリエポイントが 3.8 でどうしますか。 3.8 ですよ。9でもいいんじゃないですか。9にしましょうか、ね、うん、ちょっとこれ本当に素晴らしいワインだと思うんですよ。ぜひですね、飲んでほしいっていうのがあるんですけども、ね、開けて2、3日後飲みたいですね。ね、なんかね、これね、まだまだ余裕なんですよ。でこれそこの底ですか。これが2022年とか2020年とか、このまた他のヴィンテージ、多分22とかだったらかなり強強のヴィンテージになると思うんですよね。ちょっと 4.5 円の気がしますね。これ余裕で超えると思う。これは多分最高のヴィンテージになるともう5点ぐらいまでいくんじゃないかっていうふうにちょっと思える、それくらい期待値の高い生産者です。おい、これは赤ワイン煮込み。煮込みですか。はい、赤ワイン煮込み。何の煮込みですか。牛ですね。あ、牛。あ、なるほどなるほど。最後にするもつ10枚5じゃん。じゃあもう2日目から1両原価です。原価です。で、酸素回線とかに全然あの普通にフランスで使っていただく上に問題ないじゃん。フランスボルドーです、ね、ボルドー。つくりさんがシャトーペナンさんですね、はい、作るグランドセレクション2019年です。メルロ 100% 金額が4200円。はい、インポーターがタイガさん。タイガさんですね。タイガさんね、あのブルゴーニュとかもすごく強くて、でいろいろ来られるんですけど、今回はボルドーを作ってます。メルロ、ね、これはね、ちょっとね、また最近このボルドーのスタイルっていうのもいろいろ変わってきたんですけども、もうなんだろう、ボルドーのいいところをきちんと持ってきつつ綺麗に作っている、そんな感じのメルローなんですね。しっかりと素晴らしい。すごいな。一応サンティミリオンとかボムローの対岸にやるらしいんですけど、これ間違えるぐらいの、これ本当に素晴らしいメルローだと思いますね。もうなんか場所が違うからそういうふうに言えないだけど、本当に作りに関してはバッチリな作り方をしていらっしゃる。完全にサンティミリオンって言っちゃいますね。ね、こんな業種感で見てます。ヴィンテージがまた19年ですかね。19年っていうのはボルドーの中に分かれない。今回またいいヴィンテージだと僕たちは思っていまして、すごいですね、この骨格というか、うん、緻密な味わいです、ね、滑らかながらすごいです。これもうね、だいぶ爆戦してもだいぶ時間かかってそこそこなんですけど、やっぱりそれもバッチリ美味しく楽しんでいただくので、ぜひ飲んでいただきたい。ソムリエポイント 4.4 です。本当に素晴らしいです。いくらだっけ。4200円。すごいね。今回ね、なかなかいいワインたちがたくさんありました。これは寝かせたいです ね。これは本当に熟成させて飲んでみたいな、うん、本当にいいと思います。なんか食いたものありますか。難しいな。なんか本当にチーズとかになっちゃうかな。なんかめちゃくちゃいいワイン、いい感じのワインだと思います。おい、フランスボルドーですね。ボルドー、今回はちょっとワインじゃないです。ワインじゃないです。僕たち多分初めてじゃない、これを紹介、うん、ジャンルを紹介するっていうのは。ボルドーで作るアルシーバルドディストラクションさんの作るアルシバルドドトニックオリジナル、品種がゲンチシアナとジュニパーベリーです。金額が500円ですね。500円です。多かったなって思うんですよね。これですね。これで500円かな。これ500円。何ミリリットル？200ですね。200ミリリットルで500円。でもうまいんですよね。ね、これあのつまりはトニックウォーターですね、はい、トニックウォーターをまさかソムリエが紹介するとは思ってなかったんですけど、これは感動しました。非常に清涼感だね。もう口の中に僕ずっとね、このトニックの香りまだ残ってるんですけど、美味しい。うまいよねこれ。中にこう胡椒をかけてもね、うん、で飲んでもいいですし、ちょっとね胡椒を本当にこのまま削ってね。で僕たちはこれをですね、ノンアルコールカクテルにぜひ使ってほしいと、うん、なんか変なノンアルコールのワインを出すよりもこいつにハーブを使って、ね、それが一番美味しいんじゃないかと、そういうふうに思われる。
これおすすめです。超おすすめなんで、あのソムリエポイントはちょっと今回ちょっとつけづらいんですけど、ソムリエポイントはワインの、ワインで、ワインで、これは本当におすすめだ。 で言えばもう5点満点です、最高だと思います。ぜひやってみてください。はい。